ディオミュージックエクスチェンジチャンネルをご覧の皆さん、シンガーソングライターの歌子です。今日は私歌子のソロ活動20周年アニバーサリーワンマンライブをさせていただきました。ありがとうございました。10周年の時にもお世話になった、渋谷ディオさんでどうしてもやりたくて、それが叶ったのがすごく嬉しいのと、あの頃の自分をなんか更新できたんじゃないのかなっていう思いで今終えています。本当にありがとうございました。最高でした。学生時代の思い出、私は中学校1年から大学2年の前期までソフトボールをやっていて、中学校の時に東京都で2位のショートだったんで、それで推薦で高校に行ったりとかする、実は大体育会系の女子ということで、とにかくもうグローブとバットが友達っていうそんな生活を送っておりました。そこから後にギターに変わり、ピアノに変わりってなるんですけど、先々久しぶりにツアーも決まってるんですが、ドカッと大きいところで言うと5月に我が地元小岩で初のサーキットをやるってことで、仲間が今動いております。結構豪華な面々揃っていて、小岩代表で招集されました。バンドで出演するのでぜひ遊びに来てください。あと5月30日私の誕生日ワンマンがありまして、ピアノトリオで三軒茶屋のグレープフルーツムーさんでピアノトリオとしては初でやるので、ぜひ遊びに来てください。よろしくお願いします。歌子でした。